はい、おはようございます、こんにちは、こんばんは。楓さんちようこそ。いやー、久しぶりにね、この前金曜日にお仕事がお休みだったんですよ、旦那さんね。なのでじゃあどっか行こうかっていう話になって、ただまあね、その時は県をまたいちゃいけないっていう時だったんで、うん、3月の上旬はね。なので、じゃあ神奈川県内にしよう、神奈川県内の、神社さんだったりとかに行こうっていう話になって、うん、出雲大社の相模分祠っていうところがあるんですよ、旗の庭にあるんですよね。でそこに行って来ました。まあちょっとしたお参りですね、本当に久しぶりだなと思って。まあどそこが行っても1年に1回ぐらいはまあ行ってるかもしれないですけど、やっぱね、そのコロナ対策でお守りが、まあ、あるところにあったんですけど、ちょっとね、ちっちゃいところにあったんですけど、外に出てて、まあ、あそこ敷地がね、結構大きいので、大きく、こう、捉えていました。場所を取っていましたね。うん。でちょっとね、トイレ行きたかったなぁと思ったんだけど、ね、行けれなかったんで、どこにあるのか分かんなかった。まあ、家はね、貸してくれるとは思うんですけど、まあまあいいやいいやと思って、トイレはコンビニに行きましたね、近くの。でその後に、白笹稲荷神社っていうところがあって、ここもね、有名らしいです。うん、でこことまあケーキ屋さんとか魚屋さんと提携して、キャラものがあるんですよ、その稲荷神社にね。うん、でそのお酒も出してるし、お菓子も、お菓子っていうか、まあ、ケーキ屋さんですよね、ケーキ屋さん、チーズケーキかな、うん、出てて美味しいらしいんですけど、私食べたことないしね。でね、どうなんだろうね。まあそこしか行ってないなぁと思って。まあその後にコンビニじゃないか。ダイソーかなんか行きましたね。別に、地元でもいいじゃんとか思うんだけど、まあ買いたいものがあったんで、ちょっと買いに行きました。うん。まあそのくらいですかね。道の駅に行きたいなと思ってたんだけど、結局行かなかったな。うん、山北の方もね、久しぶりに来たかったんだけど、まあ、ちょっと遠回りになったりとかしてるし、まあするし、うん、なんか疲れちゃったんですよね。なんで疲れたのかわかんないんだけど、なんか疲れた。ねえ、道の駅の箱根峠、うん、もう久しぶりに行きたいな。まあだからといって、あそこね、お土産っていうお土産がないんだよね。本当にエヴァのね、なんかあるんですよ。劇中では箱根あたりっていうのは第三都市みたいな感じで、うん、やっていて、でそれの関連のものがあったりとかするんだけど、食堂の一部にお土産屋さんがあるような感じなんですよね。なのでもう本当に、なんだろう、足柄の道の駅だったりとか、山北のね、
道の駅のようにお土産屋さんとかっていう感じではないんだよね。うん、どうなんだろうね、道の駅とか横浜あたりになるかな。まあ横浜はねそんなにまあ横浜でもね土地はあると思うんですよね、川崎とか。で、みなとみらい地区じゃないって、まあ、戸塚とか、江北区とか、多分なんかの跡地とかっていうところにね、あるといいんじゃないかなとか思うんだけど、やっぱそれなりのね、あれがあるんだろうね、制約が。どうしてもその地元のものを、提供するっていうか、なんだろう、地元の野菜をこう配達するのに渋滞しないだとか、その土地の面積もね、結構横浜市が土地があったとしても結構いろいろとあるんだろうな。あと車中泊もいろいろとねやってるかもしれないので、それの対策だったりだとか、近くにまあ住宅地がないとか、一時期あれですね、なんだっけ、茅ヶ崎あたりでなんだろう、道の駅もどきみたいなのを誘致しようじゃないかっていう話になってたんですけど、結局なんかそれもなくなったっていうか、別のことに土地を使ったっていうか、そういう形になったような気がするんだけど、気のせいかな。まあそこら辺にね道の駅があったとしても何があるんだろうと思うんだけど、もしあったとしても京王あたりですよね、相模原とか、まあ次綾瀬あたり、まあそこら辺ね、高速道路は通っているけど、そのインターチェンジとかがないし、 あるけど、まあ、そんな降りて、なんかそういう観光をするかっていうと、観光するものがなかったりもするし、ね、たまに高速道路のさ、下っていくと、なんだっけ、神奈川県の真ん中の、綾瀬市みたいな感じで書いてあって、本当かと思って地図を見てみると微妙な感じなんですよねそうそう、まあそうまで、どうかなって感じかな。で、まあ、まあ次はね長谷寺っていうか長谷寺っていうのかな、名前はちょっと違ってたりするんだよね。長谷寺っていうか、まあ長谷寺っていうと鎌倉にある長谷寺を思い出しちゃう、で名前が違ってたりするのかな。確か違ってると思う。どうなんだろうね。あと神社って何が、箱根神社、箱根神社の周りでもね、結構細かいっていうかさ細かいって言ったら怒られるけど、そういうちょっと周りのね神社の方に行ってみたいなと思うんだけど、ただちょっと駐車場とかを禁止でしまうかな。まあ歩けよって感じなんだけどね歩いて、ね、運動した方がいいと思うんだけど、あと小田原あ
あたりに神社仏閣あるかな、うん、ちょっと探してみ見てね。久しぶりに神奈川県内の神社さんに行ってみようかなと思っております。おすすめの神社がありましたら教えていただけたらと思います。それでは皆さん、さようなら。